東京に残る江戸初期の大名庭園の一つ、旧柴離宮恩賜庭園。旧柴離宮恩賜庭園は、徳川家老中大久保忠友が1678年に徳川四代目将軍ietsunaから拝領した土地に作られた屋敷と庭園が原型になっています。後に忠友は小田原城主となり、この庭園を楽寿園と名付けました。その後、堀田家、御三家、清水家、紀州徳川家など何代かの所有者を経て、明治の初めに宮内省が買い上げ、柴離宮となりました。離宮時代には園内に木造の西洋館が新設され、外国貴賓を迎える迎賓館としての役割も担っていました。大正12年の関東大震災により、建物と樹木のほとんどが焼失してしまいましたが、翌年には東京市の管理となり、園地の復旧と整備を施し、一般公開されました。昭和54年には国の名勝に指定されています。旧柴離宮恩賜庭園は典型的な回遊式庭園として知られ、その大きな特徴は、海水を取り入れた塩入りの池を庭園の中心に据え、塩の緩慢によって景色が変化するように工夫されていたことです。現在は周囲の開発に伴い淡水の池になっていますが、池のほとりにある巣浜や砂浜、海水取り入れ口跡にその名残を見ることができます。大泉水を縁取る富士の黒木石をはじめ、数々の名石が用いられた作庭が随所に見られます。特に大久保家の藩地であった小田原の根府川石を使った鯛橋、飛び石、そして根府川山の勇壮さに圧倒されます。また中国で仙人が住むといわれる蓬莱山を表した中島の石組みや、甲州にある最古の祖庭を模した石造りの包みなど、当時の中国趣味を色濃く残します。塩入りの池の面影が忍ぶ個性豊かな大名庭園、旧柴離宮恩賜庭園。厳粛、時にたおやかにゆとりを与えてくれる江戸期を代表する名園です。